武田家が滅んだことで織田家の藩とは大幅に拡大、信長による天下一新は目前となりつつあった。あとは西国の毛利さえ倒せば天下の大勢は決する。信長は家康に東国を託すと自身は京へと帰還。毛利攻略に苦戦している秀吉を助けるべく光秀に講演を命じると、自らも出陣すべく準備を進めた。本能寺の変。久しいな、美月。父、信行の仇、うちに来たぞ。まだ撃たれるわけにはいかぬな。俺は信行を死なせた後に誓ったのだ。乱世の断りを壊し尽くすと。その誓い、果たさねばならぬ。なあ、俺は親父を。信長様。何事だ。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。光秀さんが、なんで。光月、お前は逃げよ。安く参るぞ。御意。敵は本能寺にあり。乱世のこと。安助、信長。本能寺に攻め入り、安助、信長を討つ。かかれ。現れた十分だが、やすやすと撃たれる信長ではない。迎え撃て。役賊明智光秀を返り討ちにせよ。鉄砲隊を進ませよ。寺の中央を抑えて敵を分断する。明智殿の謀反、まるで信長様は予想していたかのような。考えている。いとまはありませんな。安助は信長様を守る、それだけです。ようやく十兵衛も己が役割に気づいた。その覚悟が本物か、計らねばならん。鉄砲、危ないですね。排除しないといけません。もうここは支えきれん。引け。少し危険をのぞけましたね。お相手いたす。極める。敵将打ち取ったり。力及ばずか。なんと見事な。やめろ。
人も止められぬと知る。直ちに備えの兵を出せ。明智勢の狼藉を許してはならん。弥助、出ます。この程度で信長は撃てんぞ。十分、次はどうだ。織田と明智、もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。この日、明智勢によるものではあるまい。どうやら横槍が入ったようだ。伊賀の里を荒らされた恨み、今こそ晴らす。炎に巻かれて散るがいい。伊賀州の残党か。もはや炎に動じる俺ではない。横槍は伊賀州ぞ。サンダー、執念深い男よ。父上をお守りしなくては。皆の者、急ぎ火星に向かうぞ。任せておけ。心得ました。あれは織田の着手か。討ち取れば敵の息をくじけよう。行くぞ開門。信忠様、狙われていますか。お助けをしなくては。伊賀人どもに先を越されてはならぬ。我らも寺に攻め入るぞ。開門。急げ。極めろ。弥助、出ます。ごめんなさい。もっと倒します。下人の刃など信長には届かぬわ。小詰めの兵も出せ。畳みかけよ。無事のようだな。俺がめちゃくちゃにしてやるよ。任せて。心得ました。心得ました。サンダー、俺と中米の戦の邪魔はさせん。ここで果てては殿の未来を開けぬゆえ、今は引くほかあるまい。十兵衛はいいか。信を持っている。弥助、出ます。で、あるか。ごめんなさい。どうぞ。なっ、あっ、
将討ち取りました。悔しいが、ここまでか。やりおる、見事よな。任せておけ。華々しく散らせはしねえぞ、信長。知れず惨めに死ぬのさ。死のうは一条されど、信長を殺すのは三太夫、お前ではない。卑怯だろうが勝ちゃいいんだ。これ行儀のいい武士とは違うんだ。そのくだらぬ辞儀ごとほふってやろう。頃合いか。おい、織田の間抜けども、信忠はすでにこの世のものではないぞ。信忠様、偽物でしたか。久秀の謀反に播磨の反乱、信康の一件も全てお前の仕業だったそうだな、三太夫。俺はちょっと背中を押してやっただけ。あいつら貴様のことが大嫌いだったからな。お前三月だけは勝手が違った。情けはかけん。三太夫、一つ聞くが、何故俺が憎い。憎いのは俺から全てを奪った武士ども、そして武士の断りに縛られたこの乱世だ。故に俺は全ての断りを壊さんとする貴様に乗ってやった。ところがだ、貴様はすでに新たな武士の世を見ている。そんなもん作らせてたまるかってんだよ。諦めろ。親父、待ってろ。今助けに行くからな。情けはかけぬ。三月、やはりとどまっていたか。結局織田に戻ってやがったか。たく使えねえ小娘だぜ。いい加減に死んでくれよ、信長。無駄だ。俺は殺されても死ぬ。貴様のような愚物が相手ではな。くさあ、あとはか。で、あるか。手に殺し合ってろ。言われずともそうさせてもらおう。ごめんなさい。俺を誘うかのように道が、決着をつけるべき時が来たということか。いよいよ来るか、十兵衛。負ける気しませんね。悔しいが、ここまでか。おお、やるではないか。
任せておけ。参るか、身の程知らずめ。諦めろ。敵に情けはかけぬ。耐えきれん、引かせてもらう。諦めろ。フルはなんだか。撃てるがいい。情けはかけぬ。戦力を見誤ったか。敵に情けはかけぬ。相手ではなかったか。お見事にございますな。諦めろ。悔しいがここまでか。明智十兵衛光秀が、あなたを撃って乱世を終わらせる。名乗りの黒さはついに変わらずか。よかろう。ならばその覚悟を示せ。はあ。今の俺の刃が生くらかどうか試してみるといい。他のやり方はねえのかよ。頼むから一度引いて頭を冷やしてくれ。俺と信長にとってこれが唯一の道。邪魔をしないでくれ見つけ。急げ、前線の味方に加勢せよ。今の俺は冷静さを欠いているようだ。三月の言葉に従い一度引こう。頭を冷やしたところで結論は変わるまい。殿は引いたか。頃合いはよし、撃って出よう。一兵たりとも逃すでないぞ。開門。自らおとりに兵を進ませていたか。味な真似をするではないか。討ち死に。心得ました。十兵衛との決着の時は近い。ことがなれば天下は様変わりしよう。その先に開かれる世がどうなるか。信行、貴重、お前たちには見えていようか。討ち死に。せるがいい。討ち死に。情けはかけぬ。討ち死に。我が神妙すべて殿に捧げている。ここで朽ちるわけにはいかぬ。討せるがいい。寺の制圧を進めよ。長やりたい。前へ。極めろ。考えろ、ミツキ。今どうすりゃいい。俺に何ができる。なんと見事な。情けはかけぬ。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。やめろ。耐えきれん、引かせてもらう。
脆いな。やすけ、出ます。危ないですよ。液晶打ち取りました。悔しいな、ここまでか。やるな、我らも続け。討ち死に。もっと倒します。危ないですよ。敵将討ち取りました。悔しいが、ここまでか。取りました。なんと見事な討ち死に。明智勢の隙にはさせん。ごめんなさい。長槍兵を打ち払え。信長様よりいただいたご恩、返すのは今です。危ないですよ。怒りました。全てを壊し尽くす魔王よ。ここまでか。殿、申し訳ござらぬ。情けはかけ。敵将討ち取ったり。ここは引こうかあるまい。やっとで、あるか。で、お手合わせ願おうか。危ないですよ。残るは十。ただ一人。俺はここだ。怒り信長。終わらせに行こう。負ける気しませんね。聞かせていただこう。それまで任せておけ。諦めろ諦めろ。何人も止められぬと知れ。情けはかけん。心得ました。
とも止められぬと知れ。今日はもう十分だ。そろそろ決着をつけるぞ。やめろ、十分。望むところ。必ずやこの手で。打てるがいい。あなたを撃つ。情けはかけぬ。心得ました。心得ました。やめろ。あなたとの誓いを果たすまで俺は決して倒れぬ。もろいな。ならば俺もお前の覚悟に応えるのみよ。もろいな。やすけ、出ます。諦めろ。諦めろ。情けはかけぬ。情けはかけぬ。心得しました。乱世を壊し尽くすため
乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。親父！乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。Thank you.